サンプルの方を持ってきました。来ました。もう本当にまずすっごい可愛いなと思って、カナダジップ本の機能性とファミリーチェックと、そしてそのファミちゃん の, あのイラストアートっていうところがもう本当に可愛いなと、早く持ちたいなと思いました。あの企画の段階ではすごくふわふわしていたものが実際に形になってようやく手にできたので、実感がようやく湧いたなという印象でした。ただ一方で、あの企画を進めていく中でファミリアさんがすごく大事にされてる細部にまでこだわるあのディテールにもう少し近づけたいなと思い、セカンドでは、縫製の部分を少し見直し、完成度の高い、商品ができたと思っています。ファミリアのものづくりのモットーは、お客様が実際に使うシーンを想像して企画をすることです。今回ですと、ただでさえ多いママたちの荷物をいかにスマートに減らせるか、保育園や幼稚園の送迎の際にさっと持ち出せる可愛いスマホケースができそうだなと思いました。バッグはなるべく軽く、なるべく優しい作りになるようエジューさんにご相談しながら企画を進めました。生産過程である刺繍の、工程をあの見させていただく機会がありまして、田中刺繍さんの方に訪れた時に、田中刺繍さんのまず高い技術力、 PVC に刺繍できる技術力っていうのは本当に素晴らしいなと思いましたし、あとは素晴らしい生産背景、皆様職人様が生きた技術をされてるなっていうのをすごく感じました。あのファミリアさんとお仕事をさせていただいて、会社としましては約40年、まあ、私もそうですね30年近く担当させていただいてるんですけども、刺繍をするにあたって表情まで求められてまいりますので、機械で作る硬い仕事ですけども、それをいかにして表現していくかということでいろいろ勉強させていただいて、それがまあ会社のノウハウとなって今に至っているのかなと思います。当初 PVC に刺繍するっていうのが当社でも初めてでしたので、試行錯誤をしながら、いろんなことを試しながら、確立やり方が確立できましたので、加工の方を受けさせていただくことになりました。刺繍することによってやはりその商品が豪華に見える、それによって付加価値という意味でお客さんにも喜んでいただけるんじゃないかなと思っております。私たちエジューは、かっこいいものを追求するっていうことを、機能性も含めて考えていたんですけれども、それだけではちょっと難しいんだなっていうところを企画が進むにつれて私たちも勉強させていただいて、バッグでもこの素材を使いたいけれどもちょっと重いから軽量化を図ったり、普段気づかない角のポイントにママと子どもたちが安心して使えれるようなっていうところを考えてっていう流れがあったので、生産はすごく工場さんとも何度も何度もサンプルを繰り返し完成に至ったっていう形ですね。難しかったですね。この PVC のところも直していただいて、ちょっと角も滑らかにさせていただいたのと、あと PVC の軽量化をさせていただいてます。早く私も娘に渡したいそうですね、本当に可愛いなっていうところと、あと本当にやっとできたなっていうすっごい安堵にも近い思いでした。ようやくここまで来たという感じで、すごく嬉しいです。本当に史上最強に個人的に可愛いなって思うコラボになっていると思います。ファミリアらしさ、エジューさんらしさがとても詰まった商品になったのではないかなと感じております。正直、難しいかなというところから入っていったんですけども、実際に出来上がって、こんなものにもできるんやっていうのを我々も一緒に感じた次第ですので、絶対たくさんの方に喜んでいただける商品になったと思っているので、
早く皆さんに見ていただきたいという気持ちもありますし、約本当に2年間プレゼン企画から始まって、その完成品に至るまで時間がかかりましたので、いろんな壁を乗り越えて一つの商品をみんなで作ったっていう意識がすごくあったので、本当にやっとできたっていう思いでしたね。